イルビゾンテはイタリアの比較製品ブランドである。バッファローのマークは創業者である、ワニーディ・フィリッポがデザインしたものである。1945年にベネチアの近くで生まれたワニーは妻、ナディアの親戚のバッグ工場で技術を学び彼はバッグにユニークなデザインをし、バッファローのマークをつけました。ワニーは自分の作品の印としてバッファローのマークを使用してる。 1970年フィレンツェの高級商店街のパリオーネ通りにワニーと妻のナディアは革製品の店を出して注文に応じて地下室でバッグやベルトを製作して売ってたりしてた。1990年その店が拡大し現在では本拠地フィレンツェをはじめローマ、ニューヨーク、カナダ等の各国主要都市にショップを持つようになった。日本でも展開しており 有名百貨店に店を出している。2008年秋頃にメンズコレクションとして、イルビゾンテオモを立ち上げた。2019年7月1日付で、ルックホールディングスが、ビゾンテ、イタリアホールディング SRL の全株式を取得し、ビゾンテ、イタリアホールディング SRL を完全子会社化した。ありがとうございます。